はようございます。原田農園です。今日はですね、お昼1時半からナス部会が、うちの原田農園の圃場であります。皆さん来てもらえるんで、しっかり見て帰ってもらいたいと思います。それでは今日も頑張っていきましょう。はい、これはカリフラワーですね。オレンジビセっていう品種ですが、ようやく取れるようになってきました。今日から道の駅や隣の農家出るかな、あとシャクナゲ館ですね、こちら出荷していきたいと思います。こちらズッキーニの圃場ですが、結構まあまあの大きさのものが徐々にできてきてます。こちらも随時出荷していきます。なってますね。こちらの構造を見ていただいてですね、確認をしていただきたいというふうに思っております。でそれからこれも毎年のことですが、まあ、このご覧のようにですね、かなり主枝もしっかり立ってきて、脇枝でもしくはその台木の芽あたりも、嗅いでおるところ嗅いでないところ、多分今日のために嗅がずに取っておいてくださったんだと思うんですが、まあ、これのですね、管理がこれから入ってくるというところになります。でこの誘引方法等々についてはですね、後ほどこの現地で見ていただいた方が分かりやすいので、まあ、いろんな考え方があろうかと思いますが、原田さん、葉っぱが綺麗だよね。うちの残念な感じで。先の目で焦るよな。えらい今度すっきりした。塩ビ管かなんかでくぐらしたのかね。向こうが感染に向こうにおるんじゃない。あっから湧きちゃうだろ。うん、そこへ、やっぱりホース、ここへ引っ張ってきとるわよ、うん、太いの、ここで両方へ行っとるんじゃ、そういうこと、トランク、タンク、ここら辺持ってきてるのよ、こうやって、わけがあるんでしょ。